どうも、KK パラダイムの千尋です。リモです。シュンタレ。チャイニーズになりたい。どうぞじゃねえんだよ。今更じゃあ、まあ前回の動画見てない方は前回の動画見てもらった方が早いんですけど、ドッキリを仕掛けられまして、シャンプーの中身をブリーチ剤にされるという、でこんな変な中途半端な色になっちゃったわけですよ。どうせだったらもうイメチェンしたいということで、今から美容室に行ってジャニーズにしてくださいって頼んだらどうなるのかっていうのをちょっと検証していきたいなと思います。やってる人いないかな。そう、ガチでジャニーズにしてくださいっていうのも本気で頼んで、ジャニーズガチャにしてください。まだジュニアだから、あ、デビューしたいなと。あ、デビューするのね。これからデビューするためにそう。ということでやっていきましょう。今日どんな感じにしますか。とりあえずジャニーズにしてください。ジャニーズって、ね、そうです。得意のジャニーズ、得意のジャニーズして、まだジャニーズジュニアみたいな感じなんで、僕デビューさせてほしいなと。デビュー組に、デビュー組にしてください。僕をやらせていただきます。イメージは何かありますか。イメージ、色のイメージ。山田涼介。山田涼介、はい。色のイメージですか。色のイメージはもっと明るく金髪ぐらいで。了解でございます。お願いします。ちょっとどれぐらい抜けるか1回やって、はい、まあ、2回やらせていただくので、それで綺麗に。はい、お願いします。お願いします。ハゲってない。前髪やめろやめろ。どう俺めちゃめちゃ好きなんだけど、このこれは、やっぱ履いとんのがいいよ。しそう、ちゃんとしてくれた。ありがとうございます。ありがとうございます。ジャニーズに慣れてます。ジャニーズになってる。なってる。デビューした。デビューできた。うん、白の完成した姿まで。3、2、1。はい、ということで、はい、決めに始まる。いきなり始まるよ、当たり前よ。常にカメラ回ってると思って。いきなり始まるからびっくりしてよ。やってる。ちょっと喋ってみました。はい、ということで、どうすか。え、めちゃめちゃめっちゃよくない。俺、ハイト推しだからさ。そう、俺もハイト推しね。本当に最近、千尋の、昔ってか、昔の写真を見てて、ハイトーンの方がいいなって思って。ガチで。ガチ。1年ぶりぐらいのハイトーン。懐かしいもん。じゃあ俺ずっとさ、黒髪しか嫌だって言ってて、ドッキリされてドッキリだけどさ、めちゃめちゃいい。ほらかわいい。どうすか、ジャニーズなれました。デビューできました。デビューできました。なれます。言いました。デビューおめでとう。ありがとう。なんかこういうのさ、俺だけ髪色暗くない。一番確かにね。一番明るかったのよ、ね、なんなら一番暗かったよ。じゃあ多分いつかシャンプーの中にブリーチ剤が入ってるから、毎日これから気をつけてもらって。どうも、ニホンです。千尋の金髪ってやっぱ似合うよな。わかる。次の動画はジャニアとの一日密着してみたです。いやー、結構俺は怖かったな。うん、鳥肌が立った。うんうん。じゃあ次回も見てね。バイバイ。